読みたい本が見つかる話。こんにちは、浅井博明です。今回ご紹介するのは、ご近所の騒音トラブルから始まる騒動を描いた作品、こちら天野千尋ミセスノイズイ。主人公のマキは30代半ばの主婦、フリーのエンジニアとして働く夫と5歳の娘がいますが、実は小説家でもあります。10年ほど前に大きな新人賞を受賞し、華々しくデビュー。そのデビュー作はベストセラーになり、一躍注目されましたが、その後の作品はいずれも箸にも棒にもかからない打作で、過去の一発屋としてもはや世間からは忘れ去られています。いい小説が書けないのは、育児と家事をすべて引き受けて執筆に集中する時間が取れないからだ。そう考えた牧は、娘をいつでも預けられる実家の近くに引っ越すことにしました。築年数は古くて、あんまり綺麗なマンションではないので第一印象は良くなかったんですが、どこか懐かしい雰囲気と匂いが気に入って決めた部屋。しかし、この部屋に引っ越してきてからというものを、牧の生活はおかしくなり始めたんです。というのも、隣の部屋のベランダからものすごい騒音が聞こえてくるんです。毎朝6時という早い時間に、どうやら布団を叩いている様子です。埃とかダニを払おうという叩き方ではなく、わざと大きな音を立てようとしているかのような。たまらずベランダの柵から顔を出して苦情を言いました。すみませんけど、もう少し静かにしていただけませんか。隣人は50過ぎとおぼしきおばさんです。悪かったわね、もう終わるわよと不愉快そうに返すだけで、印象が悪いことこの上ない。そんなお隣とのトラブルがあって、精神的に落ち着かない牧がいい小説など書けるはずがなく、苛立ちと焦りは募るばかりです。執筆に夢中になって娘から目を離していたら、娘はいつの間にか勝手に家を出てしまったらしく、行方がわからなくなって焦っていたら、例のお隣のおばさんと遊んでいたことが判明。しかも勝手に部屋にあげて風呂にまで入れていたとか。もう我慢ならない、次にうちの娘に手を出したら警察を呼びますから。自分が仕事にかまけて娘を放置していたことは棚にあげて宣戦布告をする牧。その日から二人の間で仁義なきベランダ戦争が始まりました。時に大声で歌い踊り、ほうきでつついて攻撃する、必死で相手に嫌がらせをする二人。その様子を何者かに動画で撮影され、 YouTube でバズりました。そして牧がその体験をもとにして小説を書いてみたところ、編集者から絶賛され、超久々に連載をさせてもらえることに。隣人と揉めている実体験を連載小説にすることで名声を取り戻した牧。しかしそれはエスカレートした末に、とんでもない事件を引き起こしてしまうのだった。というお話。かつて日本中で話題となった騒音おばさんに着想を得た話であることは明白で、隣人の不気味さを強調する序盤はちょっと怖い不穏な内容です。ところが、その気持ちの悪さというのは、主人公の牧の立場から見た一方的な思い込みでしかなかったということがだんだん明らかになります。揉め事というのは双方に言い分があるものですからね。互いに誤解があって話がこじれていく感じ、大変リアルでした。この本、実は同名の映画のノベライズ版なんです。ノベライズものっていうのは、映画を無理やり小説にしましたっていう独特の安っぽさみたいなものがある場合が多いんですけれども、この本は監督自身が書いているので、とても読み応えがあります。ちょっとしたご近所トラブルも、ひとたびネットでバズったらとんでもないことになるのが現代です。 SNS というものが大きな影響力を持つ昨今、勝手に注目して一方的に悪者を作り上げる恐ろしいネット社会の構造というものを非常に巧みに描き出しています。なんといってもこの本の最後に書かれた作者の後書きで、そういった社会への皮肉とか考察が書かれているんですが、それが一番説得力があって素晴らしかったですね。一見不愉快なだけのこの話をどのようにして、ちょっと感動的で清々しい結末に持っていくのか、読んで確かめてみてください。短い本ですからね、 2,3 時間もあれば読み終えると思います。以上、今回ご紹介したのは天野千尋ミセスノイズイでした。 I hope you become a book lover. Adios.